んにちは、いなこです。今日は子供部屋兼パソコン作業をする部屋の空付けをしつつ収納の配置替えをしていきます。現在の状況はこんな感じです。いつものことですが荒れています。子供も私もやりっぱなしでいろいろなものが出しっぱなしです。子供と母親である私のものが混在していてごちゃごちゃ状態です。ということで今回は片付けをしつつ散らかりにくい子供部屋を目指して収納の配置替えをしたいと思います。大掛かりな片付けをする際はまず目的を明確にして整理していきます。今回は散らかりっぱなしにならない子供部屋にすることが目的です。子供部屋は毎日遊ぶたびにおもちゃが散乱してしまうのは仕方のないことですが、それをすぐリセットできるようにしたいと思っています。ではなぜ散らかりっぱなしになってしまうのか原因を書き出してみます。まず片付けるのが面倒になる収納法になっているのかもしれません。分けるしまうの工程が少ないざっくりな収納に変えてみたいと思います。またおもちゃが多すぎるのかもしれません。使っていないものを手放したり、年齢に合っていないおもちゃを一旦押し入れの奥など子供に見えない場所へしまって子供が自由に動かせるおもちゃの量を減らしてみたいと思います。また子供部屋のおもちゃを広げる遊びスペースが広すぎるから片付けが大変なのかもしれません。子供専用スペースと私の作業スペースに仕切りをつけておもちゃの遊びスペースをもう少し狭くしてみようと思います。目的がはっきりしたら片付け開始です。部屋にあるものを見直して不要なものを取り除く作業からです。私自身のものはすでに見直し済みなので今回は子供のものを整理している様子を動画で映していきます。大きめの箱を複数用意し、子供と一緒に使うもの、使わないものに分けます。子供が使うものに分けたものはよく使うもの、たまに使うもの、子供は使うと言っているけれど多分もう使わないだろうなって思う、3通りに分けていきます。このどれぐらいの頻度で使うかはまだうちの娘には難しいかなと思うので、母である私が娘を観察しながら分別していきます。子供が使わないものに分けたものはもう処分します。その中から、下の子用に取っておきたいものとかリサイクルや人に譲りたいものがあれば別にしておきます。我が家の娘はもうすぐ4歳で自分でお気に入りのおもちゃがわかるようなので子どもの意見をよく聞きながら進めます。とは言っても子どもの集中できる時間は限られているのでスピードも大事です。まず遊び場の中心に散乱しているおもちゃから取り掛かります。これはよく遊んでいるよね、これは好きという声かけをしながらテンポよくよく使うものボックスに入れていきます。散乱しているおもちゃが分別できたら、収納棚の中に入っているおもちゃを分別していきます。このおもちゃ今使ってる？もうこれは遊ばないかな？などの声かけに加えて、もう卒業した方が良さそうなおもちゃについては、もう〇〇ちゃんお姉さんだから、もうこれは卒業しようか、とか、今までたくさん遊んでくれてありがとう、もうさよならするね、など手放す方向に話を持っていって使わないものボックスに入れられるようにしていきます。子供がおもちゃの用不用の分別に飽きてきたらママが決めちゃうよと言いつつ、こちらの判断で分別を進めていきます。捨てようとしているものは娘に一応確認してから捨てるようにします。別の場所も同じで、絵本や書類関係、子供服や小物類など基本的にやり方は一緒で、使うもの、使わないものに分別していきます。今回処分するおもちゃはこちらです。その他、サイズアウトした服なども処分しました。次は収納棚の配置替えをしていきます。今まで子供と私のパソコンデスクのスペースが同じ空間にありましたが、簡単な仕切りをつけて空間を分けていきたいと思います。リビングから入ってすぐ左にパソコンデスク、奥の壁際におもちゃと子供服を並べていて、押し入れにはおもちゃやその他私のものやいろいろなものを入れていて、私と主人の着替え類が入り口からすぐの右側にありました。これを入って左側すぐに大人の着替え、右側に娘の着替え、
奥の壁際に私のパソコンデスクと子供のおもちゃの棚を置き、境目にちょっとした仕切りになるように幼児用の勉強机や教材系を入れる収納を置くことにしました。ひたすら家具の配置替えの作業を進めていきます。家具の配置替えが終わったら物を使いやすく収納していきます。各スペースでよく使うものを近くに置き、使った後にしまう動作が面倒でない距離に物をしまっていきます。はい、ということでこちら完成しました。私のパソコンデスクの作業スペースと子どものスペースの空間が分かれるように簡単に仕切りをつけました。子どもがおもちゃを広げるスペースが狭まり、おもちゃで遊んでいる場所から収納棚までの距離が近くなったので、今までよりもおもちゃをしまうのが楽になりました。簡単に収納場所を紹介していくと、こちらが子どもが座って勉強したり、おままごとなど座って遊ぶスペースです。すぐ横にこの机でよく使う教材などを置きました。子どもの歯磨きは子ども部屋でするので、引き出しの中に歯磨き粉や糸ようじを入れています。ぬいぐるみは大きいカゴにまとめて入れていて、こちらの小さいテレビは寝室であまり見ていなかったテレビを持ってきました。ここで島次郎の DVD などを見ようかなと思います。で、子供が取り出しやすい引き出しの中は、ざっくりとおままごとで使うもの、エルちゃんのお世話セット、キティちゃんのもの、その他大きいおもちゃ、細かいおもちゃ、紙系のおもちゃ、絵本はここと簡単に分けて収納しています。子供部屋用のお掃除グッズはすぐ取れる場所に置いています。こちらの白い引き出しは外側から何が入っているかわからなくて、おもちゃをパッとしまいづらい引き出しなので、使用頻度の低いおもちゃを入れています。子どもの着替えやハンカチなどはリビングから近い場所に置いて、洗濯物をすぐしまえる場所に移動しました。子どもが自分で着替えを取り出せるように下の方の引き出しに子どもの着替えを入れています。ちなみに押し入れの収納も少し変えていて、今まで大きいプラスチックの引き出しと扉の間にもったいない空間があったのですが、大きいプラスチックを扉のギリギリまで手前に持ってきて、奥にめったに使わないおもちゃや2人目用に取っておきたいものをしまうことにしました。奥で見えないので捨てる予定だった段ボール箱を再利用して入れています。と使わないけれど捨てるのに躊躇しているものの一時保管場所としても使うことにしました。生活する場所を快適に使うためにも、使っていない無駄なものはなるべく取り除いた方がいいですが、捨てる決心がついていないものを無理に捨てると私はモヤモヤした気持ちが残ってしまうので、とりあえず押し入れの奥の取り出しにくい場所に一時保管して、半年に一度ぐらい見返して決心がついたら物を捨てるという流れにしてみようと思います。押し入れの下の段にもおもちゃが入っています。ここも少ししまいにくいので使用頻度の低いおもちゃを入れています。レゴは最近購入したのですが、今のところ分類せず全部部品をドサッと一つのボックスに入れています。押し入れの反対側はこんな感じで、主に私がたまに使うものだったりアルバム類を入れています。ここは私のパソコン作業スペースです。ちょっとした仕切りがあるだけでパソコンデスク周りにおもちゃが散乱しづらくなりました。娘が一人で勉強ができるようになったら、様子を見つつ横でパソコン作業をしたりできるので、この配置はかなりいい気がしています。はい、ということで今回は子供部屋を片付けつつ配置替えをする様子を動画にしてみました。前より使いやすくなってやってよかったなと思います。何かの参考になれば嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。